ベアトリーチェディ・ホーエン・シュタウフェン、あるいは、シチリアのベアトリーチェは、シチリアの王女。シチリア王、マンフレーディと王妃、ヘレナ・アンゲリナ・ドゥーカイナの子。母ヘレナ・アンゲリナ・ドゥーカイナは、エピロス先生公国の公女で、マンフレーディの二番目の妃だった。ベアトリーチェは、母ヘレナが18歳の時に生まれた。1266年、当、マンフレーディが戦死すると、母ヘレナは、 ベアトリーチェらを連れて逃走しようとした。しかし、ベアトリーチェと母、ヘレナや兄弟たちは、囚われのみとなり、敵方のシャルルダ団獣によって、カステルデル・モンテ城に監禁された。6歳から22歳までの間、ベアトリーチェは、牢獄の中で育てられた。ベアトリーチェは1282年に解放された。その後、レーニエ・ゲラルデスカの人なったが、サルツォ公。コー。 マンフレード4世に奪われてその日となった。ベアトリーチェはマンフレード4世の子を二人産んだ。1307年にベアトリーチェが亡くなるとマンフレード4世はイザベラドリアという新しい妻を迎えた。ありがとうございます。